ま塩カルビ内容量 60g と記載されていますが松屋牛カルビ焼肉 60g よりも容器が大きいというか外袋がさらにあるため大きい。冷凍庫占有する比率が高いので邪魔になる似たような内容量なのに牛カルビ焼肉と松屋牛焼肉 馬塩だれが梱包が異なるのは気になる点。食べた感想。肉ボキレ程度。カルビ肉のカットはサイズ的に一般的。厚みは薄い。脂身比率も結構大きいものもある。全体的には適度。塩っぽさは、大して強くはない。黒胡椒のようなものも塩だれと一緒に振りかかっている。 肉の味は、悪くはない。肉厚が物足りないかな。肉だけで食べていると持たれた感じになる。松屋の牛焼肉、うま塩だれ、を食べるときに、ご飯は必須だと思います。塩だれの焼肉 60g でも、単品で食べるには重い感じ。せめて、ネギか味噌汁が欲しくなる。 炭水化物 1.8g と少ないのですがタンパク質は 9.9g と物足りない量。